ベルリンオリンピックの総幅跳びで3位に入り、表彰台に上がる田島直人田島直人は、日本の男子陸上競技選手。1936年ベルリンオリンピック金メダリスト、大阪府において出生。その後、父の郷里である、山口県岩国町に戻り、岩国人上高等賞、旧姓岩国中学に進学。兄、 田島元も三段飛べの日本チャンピオンになったことのあるジャンパーで旧姓広島一中時代の小田三夫と親交があり岩国中学に来てよく一緒に練習したこの兄と小田の影響で三段飛べを始めた山口高校を経て京都帝国大学経済学部を卒業する1932年ロサンゼルスオリンピックに出場し総幅跳びで6位入賞 1936年、ベルリンオリンピックで2度目のオリンピック出場。3段飛べで16メートル00の世界新記録で金メダルを獲得。小田美き南部忠平に続く日本人選手による3大会連続での金メダル獲得であり、リーフェンシュタールの民族の祭典にも収録されている。総幅飛びでも銅メダルを獲得した。 本人は、総幅跳びが専門で三段跳べは、良きと発言していたとされ、三段跳べの金メダルよりも、総幅跳びの銅メダルの方が嬉しかったと口にした、こともあったという。同大会で、田島に次ぐにとなった、原田正夫は、同じ京都帝大出身で、田島は、後年原田と顔を合わせた際に、幅はともかく、三段で勝とうとは、 考えもしなかったよと述べたという証言が残されている。ベルリンオリンピック後の1936年、土倉浅と結婚。日本初のオリンピック代表選手同士の結婚として、話題になった。現役引退後は、三井砂川鉱山に就職して、サラリーマンとなる傍ら、日本陸上競技連盟上無理事日本オリンピック委員会常任委員を歴任。メルボルンオリンピック、 1964年、東京オリンピックでは、日本陸上チームのコーチを務めるなど、後進の指導に尽力し、日本陸上界の発展に大きく貢献した。1958年3月から61年4月まで、技術習得などを目的とする、単行労働者ドイツ派遣事業において、三井鉱山から西ドイツに、主席連絡員として赴任。現地新聞でも、 ベルリンオリンピックの金メダリストが赴任してきた、大きく報道されたという。田島は京都帝大出身の秀才で、ドイツ語は流暢に喋ったという。そのため、中京大学ではドイツ語の教授に招聘されたこともあった。1990年に岩国氏名誉市民となり、同年12月4日に78歳で没した。2004年より、 山口陸上競技協会などの主催で、田島の功績を称えた、田島直人記念陸上競技大会が開催されている。妻の朝は1932年、ロサンゼルスオリンピック陸上競技選手。直人と朝は、ロサンゼルスに向かう戦場で知り合った。長女は和子。朝と和子は1964年、東京オリンピックでコンパニオンを務めた。和子は、 マラソンで優勝したアベベビキラに表彰式で金メダルを渡している。ベルリン五輪での優勝者は表彰台でヨーロピアン多くの苗木を鉢植えで贈呈された。ドイツにおけるもっと伸びよの言葉が込められたもの。田島が持ち帰った苗木は京都大学農学部植物園に寄贈された。その生育は困難を極めたが植物学の専門家による対策が功を奏し、 後に運動場は木に移植された。この木は20メートル近い大樹となって長い間、親しまれた。2008年に害虫に侵され、同年末に惜しまれつつ伐採された。この木の種子から育てられた苗木は、日本各地の田島ゆかりの場所などに分配、植樹され、成長を続けている。オリンピック奥は、世界的に見ても、戦火の影響等もあって残存したものが少なく、 田島が死去した当時は他にアメリカの選手が持ち帰った日本だけが現存していたと言われる。ありがとうございます。